をユニバーサルに連れてってくれ。知らん曲ということで、一応5年ぶりにですね、4月11日にセカンドアルバムみんちゃんが出まして、今日も来てくれてるチェリーブラウンさん、いろいろ口が全曲プロデュースしてくれましてね、チェリー仲良さそうで、そうでもないんかっぽくて、良さそうで、そうでもない、普通っていうね。お互いちょっとこうね、人見知りとかいろいろあったりするんで、もうちょっと性癖とか語れたのか。そんな中でもですね、そう、全曲ゆきち言ってたけど、ゆきちはんに紹介してもらったゆうゆさんの曲、一曲唯一ゆうゆさんにやってもらったんですけど、一応これ多分言っていいと思うんですけど、3月20日にですね、一応アルバムに先駆けてこの曲を先行配信して、なんかあれですよ、渋谷のなんかこうスクランブルのなんか画面に15秒流れたりするらしいです。
大丈夫まあ俺は出ないんで、ジャケ写とラテルーニャさんを描いてくれたあの可愛いバイヤーが、マジでルーニャーさんなんですけど、撮ったり撮ったりしてね、うやばい、まあ、俺はもうあんまり売れないと思ってるんですけど、なんかレコード会社が一応売ろうとしてるみたいな。めちゃやばいね、めちゃやばいね、やばいね、その超ハッピーで、うやばい、ありがとうございます。これさっきはやった、おなじみの、おなじみの、まあもしかしたら歌詞が飛ぶかもわかんないんですけども、言いましょうかも、君たち女の子です。君たち女の子っていう歌詞聞いたら、あ、なんかみーちゃんっぽくない、えらいシャバシャバってしてんなと思って、これまあ買っていろいろこうリリックとか読んでみてくれたらいいと思うんですけど、むっちゃほんまエロいことを言う曲なんで、ほんまむっちゃエロいんで、めちゃめちゃ、君が大人になるために流したその熱い涙ですから、おい
ごめん、ごめん、はい。何恥ずかしい。ごめんな、みんちゃんが、はい、エロいこと知ってる。こう、エロ、だからもう全然知らん子は、うわ、なんか、ぽいぽいみたいな言うんですけど、ぽいぽい、だからその渋谷の、うわ、なんかぽい曲やみたいなって言うんですけど、着歌うと外までいいんですけど、知ってる人はむっちゃほんまエロい曲っていうことに仕上げてますので、よく覚えとけ、はい、意外となんかあの歌詞も飛ばずちゃんとやるときやるやんっていうねお願いします。では、はい、あ、そっか、はい、それでは最後皆さんがめっちゃ聴きたい曲を最後にまして最後といたします。行きましょうか、はい、キャンちゃん今日は泣くなよ。Oh,